スワネジコ1月23日から2012年3月6日は日本の女性バイオリニスト。結婚後の本名はオーガネジコ。可憐な容姿であったことから国民的な人気を得て、美貌の天才少女と一世を風靡したほか、ヨーロッパに留学してベルリンフィルハーモニー管弦楽団との共演を果たすなど国際的に活躍した東京府出身。父親のスワ純次郎は、 山形県庄内地方の合唱で、肥料会社を経営する資産家、諏訪八右衛門の子。母親の滝は、坂田高等女学校在学中には、声楽家を志望していたが、両親の取り決めで、淳次郎に嫁いだ。しかし、二人の結婚の直後に、諏訪家の経営する肥料会社が倒産し、夫婦は東京へ出て、そこで、今結子が生まれた。淳次郎は、有島竹を、 有りしまいなど白樺派の作家、芸術家と親しく、クラシック音楽のレコードを購入してきた。これを聞いた、幼いコンヨリコが正確な音程で歌うのを聞き、滝は九百二十三年、満三歳のコンヨリコを、ロシア出身のバイオリニスト、小野アンナの弟子、中島達子に入門させた。一年後、コンヨリコはその才能を認めたアンナに直接指示して、バイオリンを習う。また、 やはり白系ロシア人のアレクサンドル・モギレフスキーにも習う。1927年にイクマの紹介で一条公尺家の演遊会で演奏会を行い、1929年にオノアンナモ文化世の発表会で演奏して、次第に注目を集め、1930年秋、来日したイフレムジンバリストに紹介されて、メンデルスゾーンの競争曲を演奏して共担させ、 1931年、朝日新聞で、天才少女として紹介される。13歳でデビューを果たした、天才少女、コンユイコ第二次大戦後に、欧州からの帰国を果たして間もない時期の巣は1932年4月9日、東京の日本青年館で、初リサイタルを開き、神道王と呼ばれる。だが1933年、滝が、コンりリコを連れて家出する事件が起こる。 新聞は淳次郎が、今由子に暴力を振るうと書き立てたが、実際は、淳次郎の浮気による、夫婦不安が原因であった。1934年から、生間の弟の里見ミトンはこの事件をモデルに、長編小説、バラの冠を発表した。別居には、鈴木真一、所光ところ三つ山品里氏が、相談相手として手を貸していた。 1933年から1935年にかけて13歳から15歳の少女期、コロンビアの SP レコードに商品を録音した全26曲。ピアノ伴奏は上田一志、ナデーダ・ロイヒテンベルクによる、ベルギーの中日大使バス・ソン・ピエール・ガスワに注目し、国王レオポルド三世らも歓迎したため、外務省が講演して1936年にベルギーへ留学する。 1938年には、パリに移って、原千恵子の紹介で、仮面スキーに支持する。翌1939年に、第二次世界大戦が勃発したが帰国せずに、パリに泊まる。1942年に、田中道子を頼って、ドイツに移り、ハンスクナッパーツブッシュの指揮する、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団と共演し、ドイツ宣伝大臣のヨーゼフ・ゲッペルスから、 ストラディバリウスとされるバイオリンを送られる。イゴベルリンとパリを往復するが、パリ滞在中にノルマンディ上陸作戦が発生し、パリを脱出してベルリンへ移る。その後もスイスで演奏会を開くなど、演奏活動を継続。ベルリンが陥落して、ドイツが連合国に降伏すると、アメリカ軍に身柄を拘束され、米国を経て帰国する。この際は、 ドイツ外交官補の大賀小四郎、フランス外交官補の前田洋一が一緒だった。帰国間もない時期の録音としては、NHK ラジオ第二放送、放送音楽会に出演し、東方交響楽団との共演で、ブラームスのバイオリン競争曲に丁々を演奏した音源が NHK アーカイブスにて保存されている。戦後は日本で、井口元なり、 安川スカらカズコラとコンサートを開くが、1960年以後は演奏の第一線から引退する。その後の消息はほとんど聞かれず、伝説中の人物となっていた。病心の音、大賀小四郎の介護などで暴殺されていたとされるが、1978年から1980年に録音されたバッハの無伴奏バイオリンのためのソナタとパルティータが、キングレコードより発売された。 1990年代になって、ごく少ない機会ながら私的なサロンコンサートで演奏するようになり、1994年録音のいくつかが CD 化されて、前世紀と変わらず、気品と迫力のある演奏が話題になった。2012年9月24日、同年3月6日に、脳高速後遺症のため死去していたことが報じられた。1943年2月22日、 ストラディバリウスとされるバイオリンをゲッペルスから送られる、スワネ事故。二人の間にいるのは、中毒大使の大島博士。1943年2月22日に、ヨーゼフ・ゲッペルスからスワに送られたバイオリンは、ストラディバリウスとされているが、その診断や由来は不明である。スワ自身は、生前のインタビューで、当該バイオリンについて、当品ではなく、ゲッペルスの部署が、 シレジアの中介業者から購入したと説明していた。諏訪の没後の当該バイオリンの所有者である諏訪の追いはカリフォルニア大学バークレー校の講師で法律家であるカーラ・シャプローの鑑定の求めに応じていない出版物テレビドラマラジオ番組ありがとうございます。